火星2003年火星大接近は2003年8月27日18時51分に火星が地球へ大接近したものである。21世紀で最大の火星大接近である。惑星同士は公転軌道の半径によって公転角速度が異なり、外側の惑星よりも内側の惑星の方が公転にかかる時間が短い。そのため、ある期間を経て、 内側の惑星が外側の惑星の公点を追い抜く事態が生じる。追い抜く際、惑星同士が一時的に再接近する現象を接近と言い、そのうち近日点付近での一際近い接近を大接近という。地球と火星の接近は約2年2ヶ月ごと、大接近でも15から17年ごとに起こるが、互いの軌道の演説点、近日点との位置関係などで、 必ずしも毎回同じ距離にまで近づくことはまずあり得ない。ところが2003年8月27日の大接近では火星は地球と約5575万6キロメートルの距離にまで再接近した。これより近い大接近は現在を遡ること約6万年前、あるいは未来に時代を下ること267年経つまで訪れない。 今回の大接近では火星は水が座の中にマイナス2.9等級もの明るさで観測された。6月頃から10月頃にかけて次第に東の空に登る時間を早めていき、秋になると夕方から宵の口には十分な高さまで登り観測しやすい。これまでこれからの火星大接近ありがとうございます。